皆さんこんにちは。ゼルダ音楽研究家の GM です。ついにブレスオブザワイルド続編の正式タイトルと発売日が発表されました。タイトルはティアーズオブザキングダム。発売日は2023年5月12日。発売日までまだ時間がありますので、ブレワイをまだやり込めてないよという方はそれまでにぜひみっちりプレイしてくださいね。私もブレワイや過去作の音楽を総復習してから続編に臨みたいと思います。ということで今回はティアーズオブザキングダムのトレーラーの音楽についてじっくり聞いて考察していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。さて今回考察していく映像はこちらのトレーラーです。2022年9月13日の任天堂ダイレクトにて公開された映像です。はじめのこの壁画のシーンではピアノのポロロンという音と一緒に弦楽器のような音も聞こえてきます。これは中国琵琶の音ではないかと思いました。ブレワイのメインテーマでも使われているニコも中国の民族楽器ですから、中国にまつわる別の楽器が使われていてもおかしくはないと思います。さてここからスネアドラムのロールから勇ましい音楽が始まっていきます。私がとても気になっているのはこの扉を開ける瞬間のカーンという音です。聞こえましたでしょうか。よく耳を澄まして聞いてみてください。この音ですね。なぜこのカーンという音が気になっているかというと、このトレーラーの中に何回も同じ音が登場するからです。もしかするとティアーズオブザキングダムのストーリーに関するとても重要な音なのかもしれません。さてここからいよいよ冒険が始まるぞという感じのとてもワクワクする音楽になっていきますね。さあこの岩に捕まって空に登っていくシーンですが、何かピロピロピローという音が鳴っているのに気づきましたか？もう一度聞いてみましょう。この音ですが、もしかすると空へ登るときや物体の時間の流れを逆にするときの効果音なのかもしれません。もうちょっと踏み込んで考察するなら、過去作で似ている音、スカイウォードソードの RS301 シリーズを少しだけ思い出しました。時空石のデザインや色合いもなんとなくティアーズオブザキングダムのものと似ていますし、もしかすると関係があるのかもしれません。さあ今の部分は明らかにブレスオブザワイルドのメインテーマをアレンジしたものになっていました。ブレスオブザワイルドのメインテーマはで、ティアーズオブザキングダムの今の部分はなのでとってもよく似ていますよね。ブレワイの方は上下上下という動きしかないんですが、ティアーズオブザキングダムの方は下上下上、こういう動きも入っているので、これももしかすると逆再生のモチーフなのかもしれません。この一番最後のピアノですね。このシのフラット、ド、ミのフラット、ファ、ソというこの音階が少しだけ調べてみたところ、なんと中国音階の微調式という音階に当てはまるようです。ニコ、中国琵琶に引き続き中国に関連のあるものということで、偶然とは思えません。さて、ティアーズオブザキングダムの最新映像の音楽についてこれまで考察してきました。皆さんにはどこが気になるポイントはありましたでしょうか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。